こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。北イタリアの世界遺産を巡っています。それにしてもイタリアは世界遺産の宝庫です。本日の世界遺産はウルビーノとアッシジで、アッシジのど真ん中で泊まります。それではどうぞ。9月11日、宿からサンマリノのティータノ山が見えます。崖の上にロッカ・グアイタが立っています。今日はウルビーノに向かいますが、ティータノ山を回り込むように走ります。サンマリノからウルビーノへの近道は田舎を走るルートです。丘陵地帯が広がります。車がほとんど通らない道です。ウルビーノに入りました。ちょうど城壁の外に止めることができました。サンタルチア門です。そこから見る旧市街です。そのまま中に入らず城壁沿いに歩きます。パノラマ通りを歩くと道が開け、展望台に出ます。そこには完璧なまでのコートが出現します。坂を下って街中に入ります。時が止まったかのようなこの姿は他にあるでしょうか。タイムスリップとはこういうことを言うのでしょうか。画家ラファエロの生家に行きました。14歳までここで過ごしました。天才ラファエロの最初の作品と思われる聖母子像が壁に残されています。町の中心に向かいますが、ようやく観光地らしき様相になってきました。レプブリカ広場に来ました。ここを中心に道が広がります。さらに狭い道を南に向かいます。ドゥオーモです。ドゥカレ宮殿ですが、こちら側からは普通の建物です。宮殿は国立マルケ美術館となっています。何か渦巻き模様があります。アンモナイトが浮き彫りになっています。宮殿の前はドゥーカ・フェデリコ広場です。広場から見るドゥオーモです。団体さんが集まってきました。左の建物が宮殿です。宮殿沿いに下ります。宮殿の本来の姿はこちら側でした。ウルビーノの町は城壁に囲まれています。このことは12世紀からモンテ・フェルトロ家によって統治され、大いに繁栄するが、16世紀になると経済と文化は停滞期に入ります。この停滞がルネサンスの街並みを残す大きな要因となりました。ウルビーノの地図です。再度バルボナ門から旧市街に入ります。また坂を登ることになります。谷合にできた街なので坂が多い。駐車場に戻ります。次に向かうアッシジは一旦ローマ方面に向かいます。アッシジの標識が出てきました。アッシジが見えてきました。丘の中腹にアッシジの町がその異様を誇ります。一番手前がサンフランチェスコ聖堂です。ウルビーノが山にある隠された感じのことであるのに対し、アッシジは平野を見下ろす堂々たる風貌です。地下駐車場に停めました。
この地下が駐車場です。ハッシジも城壁に囲まれた町です。中世の佇まいが残る町です。先に宿に向かいます。宿はサンフランチェスコ聖堂の手前にしました。ありました、この階段の奥です。内部は今風に改装してあります。部屋は狭いが機能的です。部屋の窓からの外の眺めです。宿の1階はお土産屋さん、食堂と連なっています。その食堂でソーセージにポテトをいただきます。さて、サンフランチェスコ聖堂に向かいます。聖堂は狭い山の斜面に建てられたため、細長く高い構造となっています。聖堂は上下2層と地下室からなっています。サンフランチェスコ聖堂はフランチェスコ修道会の総本山です。この修道会は福音宣教に徹し、清貧な生活を旨としています。義理の母がフランチェスコ会に所属していたこともあり、私にとっては近い存在でした。上の教会は聖者フランチェスコの生涯がフレスコが28場面にわたって描かれています。聖フランチェスコはこの町の豪商の息子として生まれ、放蕩生活を送っていました。そんな彼を敬虔な宗教の世界に誘ったのは、ここの豊かな自然であったといいます。写真はジョットの描いた小鳥に説教する聖フランチェスコです。この聖堂は1226年に聖者が没した後、弟子エリアスが1253年に完成させたものです。アッシジのサンフランチェスコ聖堂と関連建造物群として世界遺産に登録されています。昨今の情勢で聖堂の入場には荷物検査がありました。聖堂を出てアッシジの街歩きをします。この地図が分かりやすい。一番西がサンフランチェスコ聖堂です。アッシジは丘にできた町なので坂道が多い。どんどん上に登ります。脇道にそれると人気のない通りになります。振り返ると階段、その向こうに緑の平野です。さらに上に行きます。このルートは一般的ではないようで、私だけです。オリーブ畑を抜けます。見えてきました、アッシジの町の上にそびえる大城塞です。アッシジの町は東西に細長いサンタキアラ聖堂が見えます。後で行きます。城塞の端まで来ました。オリーブ畑越しに見るサンフランチェスコ聖堂です。アップにします。北の方角は丘陵地帯です。南には平野が遠くまで続きます。城塞から下って町の東に向かいます。サン・ルフィーノ大聖堂です。そのすぐ南にあるサンタ・キアラ聖堂に向かいます。サンタ・キアラ聖堂は聖フランチェスコの忠実な弟子であった聖女キアラに捧げられたものです。そこから見る町の西方面です。先ほどの城塞が町の上に見えます。町の中心に向かいます。振り返ってサンタ・キアラ聖堂です。町の中心コムーネ広場に来ました。
街の中は観光客が大勢歩いています。狭い坂をさらに下ります。建物の中に通路がありました。一番初めにこの町に入った通りに出ました。この先右手に宿があります。サンマリノからウルビーノ、アッシチの位置関係です。いかがでしたか？圧倒される中世の街並みでした。明日はティボリからチビタベッキアです。ご視聴ありがとうございました。